はい、ということで今回はこの両党の、ステータスがね、発表されたんで見ていこうかなと思います。で、名前がめちゃめちゃ言いにくいんですけど、両党なのか両党なのか、まあその辺は置いといて、気力攻撃から見ていくんですけど、まずね、余ダメージが最も高い、敵単体に攻撃し、解除不可の振動を付与すると。で、その振動は何かというと、気力攻撃を受けるときに追加ダメージをさらに受けてしまうっていう感じなので、まあ、敵のね、一番攻撃力が高い英雄にこの振動を付与して、さらにそいつのね、まあ、防御力が下がるっていうのが一番イメージしやすいかなと思います。まあ、なので、まあ、敵が呂布っぱだとして、まあ、呂布にね、この振動を付与して、まあ、呂布の防御が下がるよというイメージです。で、星3になると、その振動を付与している敵英雄が、まあ、通常攻撃を発動または気力攻撃を受けた後、この両党は各敵に対し追加で、これなんて読むんだ。旋風かな？旋風を、1回発動すると。で、もし今回の気力攻撃の対象が3人以下の場合、旋風のダメージが、まあ、上昇して、で隣接する敵に対しても拡散ダメージを与えると。で、その旋風は何かというと、敵単体に攻撃し、さらに120%の物理ダメージを与えると。まあ、普通に120%の物理ダメージか。で、まあその隣接する敵にもダメージを与えるという感じで、なんかちょっとよくわかんないけど、そうね、3人以下の場合に発動って書いてるんで、まあ、1対1、2対2、3対3だったら多分、これが必ず発動すると思うんで、まあ、そういう場面ではめちゃめちゃ強いかなと思います。まあ、なのでね、対人試合だっけ？毎日やってる1対1、2対2、3対3のやつに入れたら、まあ、結構火力出せそうだなというイメージはあります。で、次、星5になると、その旋風を発動するときに50%の確率で、めまいを付与する。そして、もし、その対象がめまいを所持している場合、50%の確率で、封印を、付与すると。で、その封印は何かというと、パッシブの使用負荷ということなので、まあ、敵がめまい状態であれば、50%の確率でこの封印を付与できると。で、このパッシブ使用負荷っていうのはめちゃめちゃ強いです。このキャラのね、まあ、一番重要なポイントっていうのはこのパッシブのね、スキルっていうのがめちゃめちゃ重要なんで、まあ、これが封印できたら、もうキャラのね、良さっていうのは死ぬんで、ほぼね。まあ、なんで、この封印っていうのはまあめちゃめちゃ強いと思います。で、このめまいをしている敵っていうことなので、まあ、もちろんね、相性がいいキャラっていうのは、まあ、好順になります。なので、昨日紹介した水鏡と好順と、こいつを入れることによって、まあ、タンク営業ね、それで3体揃うんで、まあ、水鏡の、絆も発動できるし、さらに、まあ、このね、こいつの名前なんだっけ、両党の、絆も発動できるんで、水鏡はなんだっけ、水鏡って青だっけ、ちょっと水鏡のやつ忘れたんですけど、まあ、諸葛か入れるならね、もうそれで発動できるんで、まあ、こいつのね、絆の発動条件は、こいつプラス緑か紫か青の中から2人入れれば発動できるっていう感じになっています。ちょっと説明がね、順番がごちゃごちゃになったんですが、そんな感じです。で、この絆を発動させると、こいつの両党の弱体化成功率が50%上昇し、HP が初めて50%未満の時に気力を1000回復と。もうこれはめちゃめちゃ強いんで、こいつの絆の発動条件はね、必ず必須になるかなと思います。でも発動条件はね、ほんとさっき言ったように諸葛か入れて、あと1体、まあ紫か青入れとけばいいんで、まあ条件は結構簡単かなとは思います。で、まあおさらいでね、見ていくんですけど、まあ、こいつの強さとしては、まずね、振動のデバフを付与して、で、その後に、
旋風で合ってるのかな、まあ、旋風を付与して、でその後にさらに封印を付与できるよっていうことなので、最大でこいつ一人で3つのね、まあデバフを付与できるし、さらにその効果がめちゃめちゃ強いんで、あのまあ個人的には昨日紹介した水鏡よりはこいつの方が、まあ、性能面では好きかなって感じです。うん、このめまいを付与してる時のこの封印がめちゃめちゃ強そうな気がします。そうね、ほんとこれコージュンと使ってあげればなんかめっちゃ封印できそうな気するんで、うん、めっちゃ強そう、水鏡よりも個人的には強そうという感覚が、まあ、この時点ではあるかな。で大陸版の、まあ、中国とか、まあ、台湾とかかな、まあ、大陸版の、情報をね、まあ、見る方は、まあ何人かはいると思うんですけど、大陸版の情報はね、まあ、個人的にはあんま参考にならないと思ってるんで、自分は見ないしみんなにはね伝えないんですけど、まあ、なんでねみんなに伝えないし見ないかというと、まあ、本当参考にならないと思う理由が、まあ、環境が全く違うんで、まあ、大陸版ではこのキャラがめっちゃ強いし使われてるってなっても、まあ、こっちでジャパン版でね、まあ、必ずその英雄が強いっていうとは限らないんで、あんま参考にはならないかなと思ってます。で、まあ、今後ね、まあ、このジャパン限定の、まあ、真田とか、まあ、追加されたら、あっちではねその大陸版では追加されてない英雄なんで、全くね環境が変わるんで、そのねこっちで強い英雄とあっちで強い英雄っていうのは、まあ、変わるんでね、まあ全部がね参考にならないわけじゃないんですけど、まあ、性能とかはね、まあ、ほぼ同じだったりするんで、まあ、そういうのは参考になるけど、強さランキングとかはあんまりね、まあまあ、個人的にはあんま参考にはならないかなとは思ってます。まあ、なのでねみんなも鵜呑みにしてね、あっちで強いからこのキャラ育てたら強いんだとはならない方がいいとは思います。で編成画面に行くんですけど、まあ、この昨日と同じ編成画面なんですけど、まあ、棟梁をこの総比と変える、まあ、昨日もね水鏡をこいつと変えるって言ったんですけど、まあ、水鏡よりこの棟梁と変えた方が強そうだなと思いました。うん、めっちゃ強そうと、そうね、まあ、難しいけど、まあ、挑戦と総比両方外して、その、まあ、水鏡とね棟梁両刀か両刀を入れてもいいんですけど、うん、そうね、まあ、水鏡を入れるよりも個人的には両刀を入れた方が、まあ、なんか強そうだなとは思いました。まあ、実装してみないと、まあ、分かんない部分あるんですけど、まあ、イメージ的には、まあ、こいつの方が強そうだなっていうイメージ感覚です。でちょっとだけねサンガの、まあ、雑談というかちょっと話すんですけど、まあ、今日ね、平原が追加されて、まあ、今日12時ぐらいに起きて、まあ、最速でやったんですけど、まあ、それでも44位だったんですけど、もう上位勢たちはみんな早起き芸になってるなと思って、早起きした人が1位取れるゲームになってます。まあ、上位勢はね、まあ、そんな感じだなと思って、まあ、この開始が5時っていうのがね、もうちょっと遅めに時間してもらえたらいいんですけど、まあ、5時に起きて最速でやった人が1位取れるっていう状況になってるっていう感じになってます、上位勢は。という、まあ、どうでもいい情報でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。